ん、こんばんは、スルメです。ちょっと待って、始まっちゃったはい、今回は本日発売のスーパーマリオパーティージャンボリーをね、やっていきたいと思います。はい、早速今回のスーパースターをかけた戦いの舞台を見に行きましょう。だって、え、楽しみ。え、待って、可愛すぎるね。最初はこちらの甘くていい香りのする森、花ちゃん、巨大な花ちゃんが寝ています。目覚めたら何が起こるのでしょう。え、楽しみすぎる。何が起こる、あ、これね、これ予告で見ててめちゃめちゃ気になってました。大きな火山、今にも噴火しそうです。だって、え、噴火すると何かあったりするのかな。このクリボーの火山めちゃめちゃ気になってた。潮の満ち引きでルート変わる、ハプニングたくさんのマップです。へー、あ、すごい、サーキットだ。レースカーで周回する白熱のハイスピードバトルです。あ、マリカーみたいな感じ、いいですね。そしてここは3階建てショッピングモール。え、かわいいんですけど。エスカレーターでフロアを移動していろんなお店でお買い物できますよ。へえ。え、かわいい、クリボーがなんかプレゼント頭に乗せてました楽しそうな場所ばっかりで早く行きたくなりますよね。え、めっちゃ行きたい。え、もう今すぐ行きたい。もちろんスターを決める戦い以外もたくさん遊びを用意してます。グラフィックよ、めちゃめちゃ綺麗だね。これリズムに合わせて体感料理、リズムクッキング。え、野菜のグラフィックめっちゃ綺麗。大空を自由に飛び回るパタパタアドベンチャー、楽しそうですね。いいね。あ、かわいい。みんなで協力してボールを運べ、キノピオファクトリー。え、いいね。あ、かわいい、キノピオのこのマークついてる段ボールめちゃめちゃかわいいんだけど。いろいろなルールで水上でミニゲーム三昧、ミニゲームハーバー、ヨットみたいな感じですかね。うわ、かっこいい。他にも見るからに怪しげな場所も、一体何があるんでしょう。え、クッパの像がドドンとありますよあ、みんないる。案内ありがとう。どうですか、ワクワクしてきたでしょ。今回も出場者も今か今かと待ち構えているようです。おー、あ、結構いるね。いつものメンバーから新たに参加の選手までみんな気合十分。さて、今回の全てを仕切る運営委員長はこの私、カメックになります。よろしくお願いします。ここで私から皆さんへのプレゼントをあげましょう。え、なんかちょっと今チラッと後ろ見たけど、何ですか。え、なに、え、魔法でコカメックを巨大なニセクッパ様に変身させました。ニセクッパ様がどの場所で出てくるか乞うご期待ですよ。なんかランダムで出てきて大暴れするみたいな感じかな。え、めっちゃ気になる。というわけでいよいよ始まります。準備はいいですか。はい、マリオパーティースタートです。やった、楽しみすぎる。いや、もう予告でいろんなステージとかミニゲームとかはちょいちょい見てたんですけど、そう、面白そうだなって思ってたので楽しみ。よし、じゃあやっていきましょう。はい、ちなみにスルメのマリオパーティー歴はですね、もう本当にお友達のお家で何回かやったくらいでほぼ初心者でございます。何人で参加しますか。一人で参加したいと思いますそう、パーティーだからさ、絶対大人数でやった方が楽しいと思うんですけど、もう多分ね、一人でも楽しいと思うんですよ。もうぼっち参加でもね、全然楽しいと思うので。え、これ気になるね、誰だろう。シークレットがいますね。え、みんな可愛いんですけど、まあ、やっぱり私はピーチだな。まあ、スルメといえばピーチ、もうピーチといえばスルメみたいな感じなので今回のパーティーの島を案内します。後ろにある気球に乗ってください。可愛い。これピーチだからピンクとかじゃなくて、みんなこれなのかな。うわー、でっか、めちゃめちゃでかい望遠鏡。おお、ここが今回のパーティーの舞台です。ワクワクしますね。それではどんな島があるか紹介していきます。まず正面に見えるのはマリオパーティーの島。ここではおなじみのスゴロクができます。いろんな舞台で楽しく遊べますよ。次は体感パーティーの島です。体を動かしてみんなでワイワイ、ジョイコンで手軽に遊べます。この怖い雰囲気の島はクッパチャレンジの島。
8人で協力してニセクッパを倒したり、20人でレースができちゃいます。え、すごいね。最後にミニゲームハーバー、これも楽しそう。とにかくミニゲームを遊びたい人はこちら。まあ、一旦パーティーしよう。やっぱマリオパーティーだから。ここはおなじみのマリオパーティー。サイコロを振って進み、スターを集めましょう。皆さんを助けてくれる仲間たちも登場します。一緒にスーパースターを目指しましょう。はい、やっていこう。山 CPU かな。ちょっとお手柔らかに頼みますって感じですね。それではパーティールールについて説明しますね。サイコロ振ってマスを進むスゴロクです。マスは大きく3種類に分かれています。ハッピー、危険、ドキドキ。1人1回ずつサイコロを叩いて進んだら全員でミニゲームをします。ミニゲームに勝つとコインをゲット。20コイン集めたらスターと交換しに行きましょう。最後にスターを一番持っていた人が優勝、真のスーパースターになれます。なりてえな、スーパースターに。そして今回はジャンボリーな仲間が登場します。え、何その名も。ジャンボリーフレンドです。ジャンボリーフレンドはいろいろな能力であなたを助けてくれます。移動中に追い抜いたライバルからアイテムをコピーしてゲットできる。しかも一緒にいるだけでスターゲットもショップもイベントも2人分に。え、すごいチートだね。時々どこかに現れるので会いに行きましょう。ただし誰の仲間になるかは全員参加のミニゲームで決まって。これめちゃめちゃ大事じゃん。ジャンボリーフレンドを制した者がジャンボリーを制するみたいな感じじゃない。直接会いに行った人は有利な条件で参加できます。誰よりも早く会いに行きましょう。あ、なるほど、早く会いに行ったボーナスもあるんだね。説明は以上です。スーパースターを目指して冒険に出かけましょう。楽しそう。遊ぶマップを決めましょう。巨大花ちゃんとお菓子の森、ワクワクショッピングモール。どうしよっかな。でもやっぱクリボーアイランド行きたいよ。ちょっとクリボーアイランドに行きたいな私。メンバー設定しよう。ピーチの子分だからキノピオは忖度してくれるはずなのでキノピオと、でもやっぱマリオとは戦いたいかな。マリオとテレサでいいかも、可愛いし。強さは普通でいいかな。全部普通で。ちょっと私プロコンでヘッドホンしてやってるので体感ミニゲームはなしにします。スタート。90分だって結構長め。かわいい。あ、クリボーだ。おー、いいですね。クリボーアイランド。火山噴火したりするんかな。着きました。ここが今回のスーパースターを決める場所です。ところで皆さん、この場所は初めてです。では場所の説明をしますね。ここはクリボーにそっくりな火山といくつかの丸石までできたリゾートです。引き潮の時には進めた道も、ほー、道潮になると通れなくなってしまいます。あ、ゲストかわいい。このジップラインに乗れば潮の満ち引きに関わらず島から島へひとっ飛びできますよ。ほう、ここは釣り場ですね。何が釣れるのでしょう。こっちにはいくつもの宝箱が。行けば宝をもらえそうですね。火山の近くに行ってみたいですね。さあ早速出発しましょう。なんかちょっと難しいステージだったりするかな。やっ、2 激弱最後だ。スタートの前にまずは皆さんに10コインずつプレゼント。サイコロを振ってスターの場所を目指しましょう。最初のスターはそこね。オッケー、ここです。20コイン集めてスターをゲットしてください。それではいよいよスタートです。皆さん優勝目指して頑張ってください。いや、優勝するぞ。あ、かわいい。テレサスタート。お、サイコロを振って4。あ、かわいい。もちもちでかわいいね、テレサは。お、なんだ、ワープボックス。ライバルのいるマスへワープする。だって、なるほど。マリオが行きました。あ、クリボー昼寝してる、かわいい。うわ、結構進むね。なんか行ける道がたくさんあるからさ、考えないとですよね。あ、赤マスじゃん。キノピオ来ました。さあ忖度してくれ、ピーチ姫のために。8。全然忖度してくれない、やばいな。もう先にねスターにたどり着かないといけないので。え、結構マリオとキノピオ進んでますね。来ましたよ。ピーチのターン来た。え、待って、マリオあと3歩でスター取れちゃうじゃん。なんてこったい。サイコロを振りましょう。4。
イテムもらいましょうか。もう何がいいのか全然わかんない。キノコ、サイコロの出た目にプラス5して進むことができる。ああ良さそうじゃない。来ました、ミニゲームマリオパーティーといえばミニゲームだよね。え、楽しみ。1対3のミニゲーム。あ、よしよしよし、3人側だ。え、なんとなくのイメージなんだけど、なんか1対3の場合は大人数の方が有利なイメージがあります。檻でキャッチだって。1人側は泳いで逃げ回りましょう。3人側は協力して檻を操作して1人側を捕まえましょう。あ、なるほどね。逃げ回るマリオかしら。あ、いいね、いけんじゃない。いけそう。マリオ捕まえんぞえ、もう行ったんじゃない？やったイエーイいや、これ圧倒的に逃げる方無理じゃ、不利じゃない？やったよしよしよし、いいよいいよ。2ターン目、テレサ来ましたね。お、アイテム使うの？マリオのとこ行った。すごい、アイテムの使い方うまいなテレサやばい、待って、これは行っちゃうんじゃないかテレサ。あ、行っちゃったね。わっ、スター取られた、悔しい。ついにテレサさんがスターの元にスターをゲットしますか。おお、あ、そっか、コイン、マリオどうせコイン持ってなかったからここに届いたとしてもスターもらえなかったんですね。え、かわいい、ピーチにも持たせてあげたい、早くスター。テレサさんおめでとうございます。次に目指すスターの場所見てみましょう。え、どこ？ピーチの近く。やった！チャンスじゃない？ピーチチャンスじゃない？ピーチが一番近いんじゃない？よし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 、いいぞいいぞいいぞ。アイテムショップ？なんか買ってくの？あ、コインないから大丈夫か。かわいい。マジテレサかわいいよね、もちもちで。マリオは4。いいね。あら、赤マス？そっち行くんだ。え、何？隠しブロックを見つけました？え、めちゃめちゃコインゲットじゃん。15。なんてこったい。キノピオ。9。お？アイテムショップだ。キノコ買いました。キノピオがキノコ買いました。かわいい。よし。あ、でもそっか、こっち行っちゃったからもうダメなのか。さっきこっち行ってればよかったんだね。サイコロ、サイコロ振ろう。 2？ やばい、ちょっとサイコロ運がなさすぎるな。え、でもキノコアイテムもらおう。わ、やばい、何これ、アイテムミニゲーム？アミダルーレットを止めろ。スタート。え？え、待って、どれがいいのかわかんない。え、でも、あ、絶対星がいいじゃん。これじゃない？ですよね。え、これ星もらえるってことでしょ？違う？ちょっとアイテム分かってない。スター奪います。ミニゲーム。ミニゲームになった。2対2のミニゲーム。ああ、まあ、ピーチとマリオなら勝てるっしょ。縦横マシンレース。なんだそれは。2人で協力して1台のマシンを操作します。1人が縦方向、もう1人が横方向を担当してゴールを目指しましょう。前の人が縦、後ろの人が横なんだって。わかった、OK！ やっていこう！ 3、2、1、GO！ あ、間違えた。待って待って。これどうなってんの？あ、こうか。こう、こうですね。はい、いけいけいけ、マリオ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 、マリオ、横よ、横よ。よし、いけ、すっきり。おっしゃやった、
マリオとねピーチのコンビが負けるわけないよね。スターが欲しいね。あ、道しようになった。わっ、待って、ピーチ死ぬじゃん。ピーチが死んじゃう。ちょっと待って、ピーチが死んじゃう。ありがとうございます。え、待って、これでなんかコイン失ったりしない？あ、よかった、戻されただけだった。あ、ジャンボリーフレンドだ、ジャンボリーフレンドだ。来ましたよ、ジャンボリーフレンド。もし俺様を仲間にできたら優勝間違いなしだぞ。そんな感じする。ジャンボリーフレンドはサイコロを叩く前にランダムで3から8コインくれる。え、めっちゃいいじゃん。いろんなことが2人分になるから、スターも一度に2つゲットできちゃうと。素晴らしいですね。これはフレンドにならんと。あ、マリオさんを仲間にできるのは3ターンだけ。え、待って、めっちゃ近いんだけど。ピーチ、テレサスタート。何これ、え、噴火すんじゃない？噴火するじゃん。うわ、したー。金のクリボーが、待って待って、金のクリボーがめっちゃいっぱい降ってきた。なに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 、なんなのなんなの。クリボーのいるマスを通れば5コインもらえるって、マジか、やった。わっ、いいですね、みんな表情が違っていいですね。え、でもみんなコインいっぱい持っちゃうとスタート取れちゃうからな。何買ったの？ぴったりサイコロ、あ、ぴったりサイコロなんてのがあるんだ。いいね、私も行きたいな、ショップ。6、あ、いいな、私も金のクリボー踏みつけたい。いいな、私もそっち側行きたいんだけど、もう道しようだから行けないかも。どや、6、ちょっとピーチはこっち側で頑張るわ。あれ、でも待って、あれ、道しようで戻してもらったおかげで意外といいかもしれん。アイテムミニゲーム、またメダルを落とせ、え、ピンボールみたいな感じ。いや、アイテムが全然わかんないからな。あ、待って、なんだ、金の土管も気になるけど、あ、これやったじゃん、ぴったりサイコロじゃない。やった、さっきマリオが買ってたやつだよね。あ、ぴったりサイコロ、え、これはいいのでは。やった、ボーナスミニゲーム、4人でミニゲーム、個人戦ね。オッケーオッケー。いろいろスタンプ、なんだ、キャンバスに自分の色をたくさん押しましょう。長押しで遠くまでジャンプ。連打すると少しずつ進みます。あー、これどっちがいいんだろう。かわいい。よいしょ。え、なんか真ん中振りじゃない？ちょっとピーチ真ん中振り説あるな。みんなに踏まれちゃう。潰し合いしてくれ、みんな。よいしょ。え、待って、やばい。あ、待って、なんかみ、あ、どうなんだ、どうだ、どうだ、これどうだ。全然わかんない。あ、やった、コインめちゃめちゃ手に入れてる。いいね、いいね。よしよしよし、もうあとはスターをゲットするのみ。スターゲットしたいな。3、いいね、いいね。うわ、なに、またまた隠しブロック見つけたの。あれ、待って、アイテムって3個しか持てない、なんかそんな感じだよね。使わなきゃかも。ちょっと謎のさ、スターのやつあんのよ。これなんなのよ。前後2マスに仕掛けることができる。止まったライバルからスターを奪う。そういうことか。じゃあ後半の方がいいよね。まだテレサしかスター持ってないからな。まあ、道しようのおかげでこっちに戻ってこれたから、このまま行っちゃえば私スター取れるよね。アイテム使おう。これで使おう。
きます。てい、これは言ったっしょ。あ、アイテムショップも嬉しい。キノコ、ダブルサ、あ、ダブルサイコロとかあんだ。どこから移動する、どこ行くかわかんない。めっちゃ賭けだね。買い物ボックス、決闘手袋、コインをかけた決闘ができる。お前ぴったりサイコロ私持ってるから。でもこれいいな、ダブルサイコロ買っとこうかな。買っとこう。オッケー、これでスターがゲットできると。持ち遊ぼう、お願いしますやった、あ、めっちゃ嬉しいわ。イエーイ、スターゲットやったピーチにスターをあげれました。ピーチさん、おめでとうございます。さて、次に目指すスターの場所は、やった、そこでいいの。でもわかんない、あの流れがわかんないからちょっとあれなんですけど、でも他の3人はみんな火山側にいるからさ、これもまたピーチ取れちゃうんじゃない。どれがいいんだろう。なんでもいい気がする。あ、ぴったりサイコロ、あ、そうだ、でも私もうねアイテム3つ持ってるから、そうだよね、そうなるよね多分ね。あんまぴったりサイコロがいらんかな。もったいないけどしょうがないですね。2対2のミニゲーム、テレサか。危険な振り子レース、なんだろう。なにこれ、めっちゃやばいじゃん。お互いの命を背負い合うってこと二人で交代にバーを掴んでゴールを目指します。バーを離すタイミングに要注意。なるほど、オッケー、いけそう。うわ、結構すごいところ落ちたらやばそうなところじゃんテレサ、ピーチの命預けたぞ。はい、いいよ、うまいよテレサ。あ、ごめん、あれ、オッケー、はい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 、長くね、危ない、やったー危ない。どっち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 、意外と長かったね。よしよしよし、順調。でもテレサと、あ、テレサと今めっちゃ全く一緒だ。スターの数もコインの数も全く一緒だ。危ないな、ちょっとテレサを落とし入れないと引き潮になっちゃった。私のライバルテレサ6。お、あ、ダブルサイコロゲットされましたね。アイテムを持てるだけ持てるアイテム袋、めっちゃいいねそれ、いいな、それ欲しい。わ、スター奪います。わ、やばい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 、私もスター持ってるからちょっとこれはやめてほしいな。金のトリプルサイコロ、やば、ちょっと待って、マリオがやばい、マリオがアイテムを持ちすぎているまずいぞ。普通に5でいけますねこれね。5でスターいけるね。じゃあアイテム使っちゃおう。ぴったりサイコロ、あ、5です。そこっちでいいんですよね。よしよし、いいね、ちょっとラッキーな感じはあるけど、よし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 、あとはスターを取られなければ大丈夫。次は次は、うわ、なんかそっちらへんマリオいな、マリオとかキノピオとかいっぱいいなかったっけそこらへん。と、わ、やった、ダブルサイコロ、ミニゲーム来たよ。4人でミニゲーム、みんなでパシャリ。なんでそんな楽しそうなゲーム、バトル要素なくない。できるだけお題にそっくりな写真を撮りましょう。なるほど、やってみよう。オッケー。でも集まりでよく写真撮ってるからな私。かわいい
かわいいな。オッケー、探すところから始めないとね。え、どこにいるの。あ、いた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 。ちょっとキノピオの青の端が切れてる。え、あれ、ちょっと待って、こうかな。今時間がない。こうか。わ、邪魔が入ったりするんだ。ここで、え、完璧じゃないこれ。うわ、イエーイ、94。完璧完璧。あ、これさっき言ったな、どこだったっけ。あ、これだ、これね。あ、違う、こっちじゃない。違う違う違う、危ない危ない危ない。キノピオだ、キノピオ。こっちです、こっちです。危ない危ない。上の時ですよね。わー、なんか邪魔入ってんな。いらないな、その子。オッケーオッケー。はい、ここじゃない。え、これ完璧じゃない。あれ55だ。あれ意外と、意外とダメだった。何がダメだった。うわ、むず。え、どこ。え、これむずいかも。待って、見つけてるみんな。ここか。え、ここですか。え、ここ。来た。あー、早い、早かった、ごめん、早かった、焦っちゃったな。あ、でも良さそう。よし、カメラは任せてよ。あつ森でめちゃめちゃ住民さんの写真撮ってんだから。よしよしよし、いいよいいよ、いい感じよ。このまま1位をキープしたい。ちょっとワリオがちょっとね、せっかくいるのにね、申し訳ない。あ、金のクリボーがいなくなってしまいました。火山の方に行けてないから、私全然クリボーの恩恵を受けれておりません。ラストスパート、ラスト5ターンになりました。現在の順位を認めましょう。はい、ピーチが1位でございます。はい、頑張ります、駆け抜けます、ピーチ駆け抜けます。